山梨県社会人サッカー選手権大会は一般社団法人山梨県サッカー協会が主催し山梨県で開催されているサッカーのトーナメント大会である。同大会は春季と秋季の年にか回行われているが大会の性格が異なる。本項目では主に天皇杯予選を兼ねた春季大会について記す。毎年3月から5月にかけて開催される。 2016年までは4月から8月にかけて開催されていた。天皇杯の開催が前倒しされた2017年は、秋季大会と翌年の春季大会を統合して開催された。2018年は2月から5月にかけて、第98回天皇杯全日本サッカー選手権、大会山梨県代表決定戦として開催。翌2019年は1996年を、 1> 第1回大会として、回数を整理し直して、第24回山梨県サッカー選手権、春季大会として開催されている。2020年の第25回大会は、コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催中止となった。2021年の第26回大会から、山梨県社会人、サッカー選手権春季大会に開消。 前年度山梨県社会人、サッカーリーグに所属したチームのうち、以下の成績を残した12チームにより、トーナメントを行う。ありがとうございます。